僕のふるさと人吉球磨、ここは清流球磨川流れる米焼酎の里。普段は開いていない隠れ家のバー101、熊本市内からザ・バーアンバーの隅田さんに来ていただき、味わいの時。今日ご用意しているものは、はい、こちらのボトル、高橋酒造さんがお作りになられたジンです、はい、今回新発売されたベアーズブックというクラフトジン。ぜひともまずはこの香りと味わいを、はい、新しい香りのジンですね。味とこれまで高橋酒造が培ってきた蒸留技術というものが生かされているんだと思います。あ、熊焼酎ってのは米ですよね、はい、ジンの場合は違うと思うんですけど。そうです、もともとジェニパーベリーという、それが入ってないとジンとは名乗れないので、そのジェニパーベリーの他に地域独自のものを、柑橘類でいうと白ぬいですとか、柚子ですとか、この地域で採れる生姜です、あとは小国の杉ですとか、ジュース類のボタニカルが入ったこのベアーズブックが出来上がっております。ジントニックで飲んでいただくのが一番いいかなと思ってます。随分香りと感じが膨らみますね。このジンの中にお米を作ったもみ殻、それが原料に入ってます。いや、これ驚きましたね。ベアーズブックっていうこのどういう意味が、直訳すると熊に本、熊本ということです。そうか、でもお酒の本当の喜びっていうのは、語らいながら笑顔で笑ってっていう、一日も早くそれが来ますよ、ね、いろいろありがとうございました。やっぱりまたありがとうございました。よろしくお願いします。あ、これはいいな。